コスモファントムは日本の競争馬。2011年中山金杯、中日新聞杯優勝場。場名の由来は冠名幻。6月28日阪神新馬戦デビュー。その新馬戦、未勝利戦と3着だった。8月15日の札幌ダート1700メートル戦で初勝利を飾った。9月20日のノジキックステークスではビルダバルの2着。 10月31日のハギステークスでは、テイラー・バートンの2場審査をつけ2勝目を挙げた。重賞初挑戦となった12月26日の、ラジオニ経杯2歳ステークスでは、ビクトワールピサの2着に敗れた。放牧休養を経て5月8日の京都新聞杯で、復帰、人気通りの2着。自走第77回東京優勝では10着と、惨敗した。その後、 ダート路線に戻り、ジャパンダートダービー、白山大賞天を2着3着と、構想した。再び芝へと戻り、10月31日の天皇賞、秋に出走したが15着と大敗を喫した。続く、中日新聞杯では2着だった。初戦の中山金杯では行為を進み直線で足を伸ばし優勝、重賞初制覇を果たした。アメリカジョッキークラブカップ4着を挟み陣営は、 フェブラリーステークスに出走させたが再開16着と惨敗した。5ヶ月の休養を経て、七夕章で復帰したが7着、自走小倉記念では14着と敗戦が続いた。レース後は放牧に出された。12月の中日新聞杯では、中段やや前で追走し直線に入り、馬群から抜け出すと、ゲシュタルトの追撃を首差しりぞけ重傷2勝目を挙げた。 また帰場した王の匠は重賞初勝利となった。1月5日の中山金牌ではフェデラリストの3着。2月4日小倉大将定員で初帰場となる海老名正義を安城に据え出走。同機手の JRA 全10馬重賞制覇の期待もかけられていたが逃げるエシン G ラインを捉えきれず3着に敗れた。3月4日の中日新聞杯では十五着と、 惨敗。4月1日の大阪杯では2番手に控える形となったが直線で伸びず7着惨敗。3ヶ月の休養を経て、函館記念に出走したが8着と惨敗し、オールカマーでは5着に敗れ再び休養に入った。2年ぶりのダート戦となる、マーチステークスに出走したが16着に惨敗し、続く、新潟対象点、ナルオ記念はいずれも15着だった。 4ヶ月の休養を経て、白山大賞店に出走したが7着に敗れ、続く、福島記念とディセンバーステークスはいずれも11着だった。年明け初戦は、中山金杯に出走し8着、アメリカジョッキークラブカップは16着に敗れた。その後は、障害未勝利戦に出走し一番人気に応え勝利、したが、この競争を最後に引退した。引退後は、 金沢大学で乗馬となる。コスモファントム号が競争馬登録抹消。日本中央競馬会。2014年5月23日閲覧。ありがとうございます。